中小企業は最大 40% 法人税から差し引かれることになります。政府与党は来年度の税制改正で最大の焦点となっている賃上げ税制について、税額控除率を大企業は最大 30%、 中小企業は最大 40% に引き上げる方向で最終調整していることが分かりました。対象となる給与にはボーナスなど一時金も含めるとしています。政府与党は10日にまとめる来年度の与党税制改正大綱に盛り込む方針です。